すみたやチャンネル。すみたやチャンネル。どうも皆さんこんにちは、祭りすみたやのおしんちゃんでございます。というわけで始まりました、はい、祭りすみたやの Q&A コーナーでございます。はい、じゃあね、早速おはがきいただきましたので、はい、ちょっと今日の Q&A ご質問を読んでみたいと思います。はい、お願いします。はじめまして、おしんちゃん、こんにちは。こんにちは。私、去年浜松に引っ越してきました。で、今年幼稚園のお友達のお家が初子のお祝いをやるということでお呼ばれしましたけれども、お祝いに何を持っていけばいいでしょうかってことですね。いい質問。お金を持っていくんでしょうかってことですね。あ、じゃあ今日はご質問にお答えしていきたいと思います。はい、でね、はいはい、浜松祭り の、 あの初子のお祝いなんですけれども、基本的にお金は持ってかないんですね。そうですね。まあ、はい、一番ベーシックといいますか、一番基本的なのはこちらです ね、 そうですね。日本酒、この日本酒を持ってっとけばやっぱ無難、まあもう何持ってっていいのか分かんないっていう方はとりあえずこちらの日本酒持っていけばいいかと思います。で、まあ金額的にはまあその人との付き合いの深さにもよるんですけれども、いくらぐらい、まあ、3,000円、まあ、3,000円ぐらいのね、日本酒を持っていけばいいかと思います。ただね、日本酒ってね、意外と最近飲む人いないんで、まあ、ぶっちゃけ言うともらってもちょっと困るんですよね。一番もらって嬉しいのはやっぱビールかな。そう。あ、でビール送るときは必ずケースでね送るようにしてください。缶とかダメです。うん、缶そのままこう持ってってもダメなんでちゃんとこういった24本入りのケースで、お祝い出すようにしてください。で、もし 250ml の缶が、ケースで売ってたら多分ね、そっちの方が喜ばれると思います。そうですね。やっぱその場ですぐね、ちょっと飲めるぐらいの大きさの缶がいいかと思います。最近やっぱお酒飲む人そんなにいないんで、実は一番喜ばれるのはソフトドリンク系じゃないかなと。これはオレンジジュースで、これもね、ちっこい缶ですね。ちっこい缶がおすすめです。結構ね、あの初子の祝い行くと思ったより子供が多く集まってしまっていたりですとか、あともう最近の女性とかね、お酒飲まないんで結構ね、ソフトドリンク類が不足しちゃうんですよ。なんでね、そういった時にこういうね、ソフトドリンクをお祝いで持っていっとくと、その場ですぐ飲めるんで意外と感謝される。お茶とかね、うん、いいですよ。お茶、近所の人とかちょっと見に来る。ああ、そうね。お茶もいいかもしれないね。来てくれてありがとうっていう。なんでね、まあお酒送った方がいいのかなと思ってる人でも、意外とねこういうね、ジュース類、お茶類、ソフトドリンク類が喜ばれるので、こういったものをお祝いで送るのもいいかと思います。あと、たまによく聞かれるのが樽酒ですよね。あ、よく言いますね。あ、言いますよ。結構ね、ちゃんとしたお付き合いの人だから樽酒送った方がいいんじゃないかって言って購入しに来る方いらっしゃるんですけれども、やっぱねこれね、ちょっとね突然もらっても困る。そう、ちょっといきなりもらうと、うん、もうなんか捨てちゃうだけみたいな、うん、結構もう大量なんで飲みきれなくてですね、結構もう捨てちゃうっていうことになっちゃう場合も多いんで、もし樽酒をお祝いで送ろうと思っている方いらっしゃったらですね、事前に初子のお接種さんお祝いをするご家庭のことをお接種さんって言うんですけれども、そのお接種さんにね、お接種さんに樽酒送ろうと思うんだけど、はい、いいかなって聞いた方が、まあ聞いた方がいいですね。送る時には必ずこののしですね、のし紙をつけてください。で、浜松祭りの初子のお祝いですと、のしはお祝い、まあ、お祝いでいいかと思います。ここ名前書くんですけど、この名前はですね必ず送る人の名前ですね。なんで自分の名前を必ず書くようにしてください。たまにね、初子さんの名前をここに書いちゃう人いるんですけれども、それ間違ってますからね。のし紙のこの名前の部分はあくまで自分の名前を書くようにしてください。で、夜の接待とかで直接持っていくときは冷えてるとなおいいですね。もうそのお祝いのその場でみんなで飲むことができますんで、余裕があるなら冷やして持っていくと、より喜ばれるかと思います。ご質問のお答えになりましたでしょうか。というわけで、祭りすみたやではですね、あの Q&A コーナーをねちょっとやってますんで、もしねお祭りのことでわからないことありましたら、こちらまでおはがきでもメールでも、
あと問い合わせフォームでも結構ですので、ぜひお送りください。また次回の Q&A コーナーでお会いしましょう。ありがとうございました。動画を見ていただいてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。